ハップル宇宙望遠鏡が撮影した M33 銀河の巨大ヒー領域 NGC604 ヒー領域とは、電離された水素が光を放っている天体である。直径数百光年に達する大きさを持ち、内部で星形成が行われている。このガス雲の中で生まれた若い高温の青い星型量の紫外線を放出し、星の周囲にある星雲を電離することで光っている。 非領域は数百万年にわたって数千個の新しい恒星を生み出す。生み出された星団の中で最も質量の大きな星々が超新星爆発を起こしたり激しい構成風を放出したりすると、非領域のガスは吹き払われ、星団の背後にわずかな星雲を残すのみとなる。非領域は電離された水素原子を大量に含んでいることからその名が、 つけられているを非と呼ぶ。水素の分子は H2 である。非領域は宇宙の中で比較的遠距離にあっても観測することができる。境外銀河の非領域を研究することは、その銀河までの距離を測定したり、銀河の科学蘇生を知る上で重要である。いくつかの明るい非領域は肉眼で見ることができる。しかし記録によると、16世紀初めに、 望遠鏡が発明されるまでは、その存在は知られていなかったことが伺える。ガリレオ・ガリレイが、オリオン大成分の中にある星団を最初に観測した時も、成分の存在には気づいていなかった。フランスの観測家、ニコラス・クロード・ファブリド・パイレイスクが1610年になって、初めてオリオン大成分を発見したとされている。これらの初期の観測以来、 多数の非領域が我々の銀河系や他の銀河の中に発見されている。1774年にウィリアム・ハーシェルはオリオン大星雲を観測し、形のない日のような霞で、いずれ太陽となるような混沌とした物質からなると記述している。この仮説が確かなものとなるには、約100年後にウィリアム・ハギンスが様々な星雲を分光器で観測するのを待たねばならなかった。 彼が観測した星雲のうちのいくつかは、恒星と非常に似たスペクトルを持っていた。後に、これらは何千億個もの恒星が集まった銀河であることが明らかになった。これに対し、別のいくつかの星雲は全く違う様相を示していた。銀河のスペクトルは、強い連続スペクトルの中に吸収線が含まれるというものだったが、オリオン大星雲や、これに似た他の星雲には、 数本の気線しか見られなかった。これらの気線のうち最も明るいものは500.7ナノメートルの波長にあり、当時知られていたどんな元素のスペクトル線とも一致しなかった。はじめのうち、これらのスペクトル線は未知の元素によるものではないかという仮説が出され、この元素にはネビュリウムネビュリアムという名前が付けられた。同様の考え方によって、1868年に、 太陽のスペクトルの分析からヘリウムが発見された。しかし、ヘリウムが太陽スペクトルから発見後すぐに地上でも管理されたのに対して、ネビュリウムは発見されなかった。20世紀初めになると、ヘンリー・ノリス・ラッセルが500.7ナノメートルのスペクトル線は、新元素によるものではなく、通常とは異なる状態にある基地の元素から放出されたものではないかと提案した。 1920年代に物理学者たちは極端に密度の低い気体の中では電子が原子やイオンの中で冷気された純安定状態のエネルギー順位に分布できることを明らかにした。より密度が高い環境ではこれらのエネルギー順位にある電子はすぐに衝突によって低い順位に落ちてしまう。酸素原子の中でこのようなエネルギー順位から他の順位に電子が移ると ちょうど500.7ナノメートルの気線を生じるのである。これらのスペクトル線は非常に密度の低い気体の中でのみ見られるため、近星線と呼ばれる。このような分光観測によって星雲は非常に薄いガスでできていることが明らかになった。20世紀に行われた観測によって、非領域にはしばしば高温の明るい星が存在することが分かってきた。これらの星は、 太陽よりも何倍も重く、寿命が数百万年に過ぎない短命の星である。それゆえ、非領域は新しい星が作られつつある領域に違いないと考えられた。数百万年にわたって、非領域からは星団が生まれ、やがて高温の若い星からの副射圧によって星雲は吹き払われる。プレアデス星団は星団が自分たちの生まれた非領域を 蒸発させた一例である。非領域の前身は巨大分子雲である。巨大分子雲は主に水素分子からなる非常に低温で密度の高い雲である。巨大分子雲は長期間にわたって安定した状態で存在できるが、超新星の衝撃波や分子雲同士の衝突や磁場の相互作用が引き金となって分子雲の一部が収縮を始める。このような収縮が起こると、 雲の衝突や分裂の過程で恒星が誕生する。巨大分子雲の中で星々が生まれると、それらのうち最も質量が大きいものは、周囲のガスを電離させるほど高温になる。このようなガスを電離する複写場ができるとすぐに、エネルギーの高い格子が電離ガスの境界面を作り出す。この境界面は星を取り巻くガスを超音速で吹き払う。 新たに電離されたガスによって電離領域の体積は膨張するが星からの距離が遠くなるにつれて電離境界面の速度は次第に遅くなる。そしてついには電離面の速度は音速にまで遅くなり星雲の膨張による衝撃波に追い越される。こうして非領域が誕生する。非領域の寿命は数百万年のオーダーである。 高温の若い星からの副射圧はやがてガスのほとんどを吹き払ってしまう。実際、非領域の星形成過程は非常に効率が低く、星を形作るのに使われるガスは、非領域全体の10%以下であり、残りは星ができる前に吹き飛ばされてしまう。非領域からガスが失われる要因としては、内部で生まれた大質量性の超新星爆発も寄与している。 これらの重い星は生まれてから100から200万年後には爆発してしまう。非領域で実際に星が誕生する場面は生まれたばかりの星を取り巻くガスとゴミの濃い雲に隠されて見ることができない。星からの副射圧によって星の眉が取り払われて初めて我々が目にすることができるようになる。それより前は新しい星を含んだ密度の濃い領域がで演理した星雲の前に シルエットとして見えている場合が多い。これらの暗い染みは1940年にこの暗い領域が星の誕生する場所である可能性を示した天文学者バート・ボックにちなんでボックグロビュールとして知られている。ボックの仮説が確かめられたのは1990年になってからであった。赤外線観測によってついにボックのグロビュールの厚いゴミの層を見通すことができ、 若い恒星上の天体が内部に存在することが明かされた。現在では、典型的なボックグロビュールは1光年程度の大きさで、約10太陽質量の質量を持ち、連星や複数の星からなる恒星系を作る元となっていると考えられている。非領域は星が誕生する場所であるだけでなく、その中には惑星系も存在するという証拠が見つかっている。 ハップル宇宙望遠鏡は、オリオン大星雲の中に数百個の原始惑星系円盤を発見している。オリオン大星雲にある若い星のうち少なくとも、半数にはガスとゴミの円盤が取り巻いており、我々の太陽系のような惑星系を作るのに、必要な量の何倍もの物質を含んでいると見られている。非領域は、物によって物理的特性が大きく異なっている。 その大きさは超コンパクト非領域と呼ばれる直径1光年未満のものもあれば直径数百光年の巨大非領域もある。密度は超コンパクト非領域の場合は水素原子100万個立方センチメートル以上に達するが大きな非領域では数個立方センチメートル程度に過ぎない。非領域の大きさによって若干変わるが 非領域の中には数千個の構成が存在する。このため、中心に電離源となる星が一つだけある。惑星上星雲と比べると、非領域の構造は非常に複雑である。典型的な非領域は約1万系の温度を持つ。科学的には、非領域は約90%を水素が占める。波長656.3ナノメートルの水素の 気線が最も強いため、非領域は特徴的な赤色をしている。水素以外の残りはヘリウムや他のシゲモトソである。銀河系全体を見渡してみると、非領域に含まれるシゲモトソの量は銀河中心からの距離が大きくなるにつれて減少する傾向にあることが知られている。これは密度の高い銀河中心領域の方が星形成率が高く、結果として 銀河中心部では、元素合成の生成物であるシゲモトが、生漢物質に豊富に含まれるようになるためである。ハップル宇宙望遠鏡が撮影した渦巻銀河 M51 の中心部。過剰腕に沿って、多数の赤い非領域が分布している。非領域は、我々の銀河系のような渦巻銀河や不規則銀河の中にしか存在せず、楕円銀河では決して見ることがない。 不規則銀河の場合には銀河内の至るところに存在するが、渦巻き銀河の場合には常に過剰腕に沿った場所にだけ見られる。大きな渦巻き銀河には数千個の非領域が含まれていることもある。楕円銀河に非領域がない理由としては、楕円銀河が銀河同士の衝突、合体によって作られたためであると考えられる。銀河団の中ではこのような衝突、合体は しばしば起こっている。銀河同士が衝突すると、個々の星はまずほとんど衝突しないが、巨大分子雲や非領域は、激しい上乱を受ける。このような状況の下では膨大な数の星形成が、爆発的に引き起こされ、ガスのほとんどすべてが星に変わる。通常の星形成で、ガスが星に変わる割合が、ガス全体の質量の10%以下であるのと、比べると、 非常に急速で激しい過程である。このような急速な星形成が起こっている銀河は、スターバースト銀河として知られている。衝突、合体によってできた大円銀河は、非常にガス成分が少なく、そのために、非領域はもはや作られないのである。近年の観測では、ごく少数の非領域が銀河の外に固まって存在している例が見つかっている。これらの銀河間、 非領域は小さな銀河が超積破壊された残骸ではないかと見られている。非領域のサイズは非常にばらつきが大きい。非領域内の個々の星はそれぞれ星を取り囲むほぼ球状の領域を電離するが、複数の星々によってできた電離ガス球が組み合わさり、また加熱された星雲が周囲のガスの中を膨張することによって膨張面の内と外で密度が大きく異なった。 構造を作るため、結果として、非領域は、複雑な形を持つようになる。超新星爆発もまた、非領域を変形させる。場合によっては、非領域の中で大規模な星団が生まれたために、内側からくり抜かれたような構造になることもある。三角座の M33 銀河にある巨大非領域 NGC604 は、このような例である。我々の銀河系の中で、 最もよく知られている非領域はオリオン大星雲である。この星雲は地球から約1500光年の距離にある。オリオン大星雲はオリオン座のほぼ全体を覆うように存在する巨大分子雲の一部である。バト頭星雲やバーナードループはこの分子雲の別の一部分が光っているものである。銀河系のとも銀河である大マゼラン雲には タランチュラ星雲と呼ばれる巨大ヒーロ域がある。この星雲はオリオン大星雲よりもずっと大きく何千個もの星を生み出している。ここで生まれている星の中には太陽の100倍もの質量を持つものもある。タランチュラ星雲が地球からオリオン大星雲と同じ距離にあったとすると夜空で満月と同じくらいの明るさで輝いているのが見えるはずである。 超新星 SN1987A は、タランチュラ星雲の周辺部で起こった。NGC604 はタランチュラ星雲よりもさらに、大きく、約1300光年の広がりを持つが、中に含まれる星はわずかに少ない。この星雲は、極部銀河群の中で最も大きな非領域の、一つである。AB、オックスフォード天文学辞典、朝倉書店、初版第一冊。 53ページ。ISBN4-254150172。ありがとうございます。